はい、ここからはスポーツです。先ほどまで侍ジャパンの試合が行われていました札幌ドームからお伝えします。松坂さん、安藤さん、お願いします。はい、本当につい先ほどお客さんも皆さん帰られたというような、そんなほかほかの札幌ドームからお伝えしていきます。はい、の侍ジャパンシリーズ、今日の試合が一応最終戦ということですね。はい、選手としてはどうでしょうか、この4戦目は。そうですね、みんなそれぞれがいい形で栗山監督にアピールできたんじゃないですかね。はい、さあ、そんなオーストラリア戦振り返っていきましょう。始球式を務めたのは我らが内田篤人さんです。松坂さん、一緒に練習もされてましたが、はい、もう投げ方も綺麗でしたし、もうスパイクだったらもう5キロは早く出てたんじゃないですかね。そんな球速109キロ、はい、目標は100キロとおっしゃっていましたから、もう余裕でした ね、 でしたね。はい、ナイスピッチングでした。さあ、今日のスタメンはこのようになりました。3試合連続ホームランの村上選手はベンチスタートですね。そうですね、もう十分アピールしましたし、まあ、多少の疲労もあったんじゃないですかね。はい、さあ、今日の先発は侍デビュー佐々木朗希投手です。注目の立ち上がり、先頭を159キロのストレートをライト前に運ばれます。続く2番、松坂さん、なかなかコントロールが定まりません。そうですね、佐々木投手、こう最初うまくこうボールを操れてない感じが見えましたね。はい、続くバッターは155キロのストレートで見逃し三振。はい、ストレートは早い段階でこう修正できていましたね、今日は。はい、さあ、ここはダブルプレーで無失点という立ち上がりでした。はい、まあ、ランナー出しながらですけど、無失点に抑えたので十分だと思います。はい、そして2回の表、日本満塁のチャンスで塩見選手、センター前に2点タイムリー、日本が先制します。さあ、1点を追加し4回の表、今日4番に入った近藤選手、このタイムリーで日本4対0とリードを広げます。近藤選手らしいバッティングでしたね。ですね、はい、コントロールバッチリという、はい、さあ、佐々木朗希投手、4回の裏、ノーアウトランナー1塁の場面です。ストレートで追い込んで、このフォークで空振り三振。一番いいフォークでしたね、この場面で。はい、序盤は変化球になかなか苦労している。そうですね、特にフォークのコントロールに苦しんでたんですけど、はい、やはり大事なところでしっかり決めてくる、まあ、さすがだなと思いましたね。修正してきましたね。はい、続くバッターも打ち取って、佐々木投手は4回無失点でマウンドを終わります。5回の裏、日本のマウンドには2番手の高橋奎二投手です。この回、先頭をストレートで見逃し三振、スライダーで空振り三振、ストレートで空振り三振、三者連続三振です。いや、見てても気持ちよかったですね。はい、続く6回にもストレートで空振り三振と2イニングを投げて4奪三振。高橋投手の侍デビューどうでした。いや、もう第2先発とこう難しい立場だったんですけど、はい、非常にこういい姿を見せてくれたと思います。そうですね、3番手は伊藤大海投手、ここもきっちり抑えます。4番手湯浅投手から、9回日本のマウンドには大勢投手です。三振三振、最後のバッターは三振、三者連続三振、日本完封リレーで勝利です。大勢投手もすごいピッチングでしたね。そうですね、特徴であるピッチャーがしっかり投げてしっかり抑えて、先手を取ってというね、まあ、そういう試合展開にはなっているので、まあ、その選手たちしっかりと、来年生かしてあげられるように、日本の野球が、頂点に立てるように全力を尽くして頑張っていきます。ありがとうございました。いつもとは違う緊張感がありましたし、まあ、不慣れなことが多い中で、まあ、その中で、どうにか4回投げることができてよかったなと思ってます。まずはしっかりいい準備をした上で優勝に貢献できるように頑張りたいなと思います。そしてここでスペシャルゲストに来ていただきました、侍ジャパンの栗山英樹監督です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。
2009年の WBC では松坂さんは日本のエース、そして栗山監督は報道ステーションのキャスターとして取材する側だったかと思うんですが、はい、もう松坂さんにいろいろ教えてもらいながらね、感動しました。とんでもないです、はい、だからこれから大会まで松坂さんにいろいろ聞かなきゃいけない、はい、よろしくお願いします。キャスターとしてどうですか？頑張ります。お願いします。今日の試合振り返っていきたいんですが、先発は佐々木朗希投手でした。ピッチングどうご覧になりましたか？どうですか、松坂さん。やっぱりあのかなりね、ブルペンの時からやっぱりいつもより緊張してるっていうのは報告来てて、はい、やっぱりそのフォーク系抜け球がちょっとこうコントロールできてないっていう感じでやっぱ見えてたんですけど、はいはい、やっぱ最初やっぱ難しさもありますかね？あると思いますね。あの試合前にあの佐々木投手の表情が映った時もちょっとこう緊張してるのがあったんですけど、うん、はい、まあ、ブルペンでの自分の調子を考えてのあの緊張の表情だったのかなって今思うと思いましたけど、でもあの試合の中でストレート変化球、まあ、あのフォークにちょっと苦しんでましたけど、あのまあこう徐々にこういいボールも出だしたので、やっぱりあの修正能力の高さというのはさすがだなと思いました。本当ですね、はい、ですからあの、まあ、いろいろピッチャーが合わないってあったんですけど、今日が僕一番その佐々木朗希投手のやっぱ能力がどうしても必要になってくると思うんで、はい、でちょっとあんまり思ったよりも苦しんでたんで、はい、逆になんかいい経験になったかなっていう、はい、そういう意味では途中から、ね、修正していくっていう形もできたんで、はい、そうですね、ああいう状態だと、うん、もう普通だとこう力が入りそうなんですけど、逆にこう佐々木投手はこうリラックスしてあの途中から投げるようになって、それから良くなったと思いましたね。はい、じゃあある程度松田さん、あの調整聞きますかね、来年3月。ごめんなさい、喋って。栗山監督が回してくださって。さすがですね。聞かないと松坂さんに。いやいや、もうあの僕らはもう完全にあのマウンドに立ってる佐々木投手の姿をあのイメージしているので、はい、あの今日よりもいい姿を見せてくれるんじゃないですかね。そうですか、はい、安心しました、はい、ありがとうございます。そして、まあ、今日はあのベンチでしたが、村上選手も松坂さんすごかったですね。そうですね、もう当たり前のようにホームラン打ってますけど、もう頼もしいですね。どうですか、栗山さん。いや、本当に一緒に野球やってると松坂さんすごいですね、いやもうそれも伝わってきますね、はい、で、はい、まあ、ちょっと今日あのやっぱりこの選手たち疲れもやっぱりこの時期あるんで、ね、はい、ちょっとうまく使っていってあげなきゃいけなかったんで、はい、申し訳なかったんですけど、はい、まあ、本当にすごいなという感じがしますね。十分な姿を見せてくれましたよね。そうですね、はい、頼もしかったですね、うん、さあそしてここでですね、松坂さんに何の制約もない中でスタメンを選ぶならという松坂ジャパンの、はい、いろいろなあの問題というか、あのプレッシャーかけるつもりもないんですけど、はい、僕的にこう理想なのはこの形というか、これで見てみたいなという気持ちですかね。栗山監督どうでしょうか。ありがとうございます。これ見たいですね。これは見たい。もうこれ見るためにちょっと努力はしてみますけれども、はい、まあ、あのまだちょっと全員どこにこう出てくるかっていうのは正式決定はしてないんですけど、はい、まあ、最後の最後までね、全員出てもらうように努力はちょっとしてみます、はい、素晴らしいですね、この打線ね。楽しみにしたいですよね。松坂さん的ポイントはどこですかね、はい、楽しみポイントというか、もうあのいろいろなオプションがあるので、うんうん、本当にあの栗山さんがこう迷うんじゃないかと、はいはい、思いますね。そうですね、このメンバーだけでも入れ替えかなりこうできますよね。できますもんね、はい、そしてスタジオの大越さん、はい、楽しみですね。いや楽しみですね。あの、まあ、メジャーリーグがこれ栗山さん松坂さん両方行きたいんですけども、メジャーリーガーがこの侍ジャパンに入ってくることによるいろんな相乗効果あると思うんですよ。どんな効果が期待できそうですか。やはりあの実際に経験、向こうでの試合を経験している選手からの情報というのは本当にあの有益だと思うので、あのそれをやっぱり直接今プレーしている選手からあの日本でやっている選手は聞きたいと思うので、まあそう簡単ではないと思うんですけど、来てほしいなと思います。山監督は、というふうに松坂さんから聞いたんで、はい、何が何でも何人がいいというふうにあのそう思ってます。これも経験した人しか分からないんでね、はい。3月9日に WBC 開幕控えていますが、改めて意気込みを教えてください。そうですね、ここからあのいろんな方に相談して、ぜひ松坂さん相談しますので、こう丁寧にこう選んでいきたい、はい、そう思いますので、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。我々も応援しております。はい、ありました。栗山監督、今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。さあここからは変わりましてサッカーです。日本の10番中村俊輔選手が引退会見を行いました。中村さんにとってサッカーとはどんなものだと。もう生きがい
ですね、全てですね、はい。今シーズンで現役生活を終えた中村俊輔44歳。プロデビューは1997年でした。2000年には史上最年少で J リーグ MVP を獲得。その後は8シーズンヨーロッパでプレーしました。中村の代名詞、それは魔法の左足。直接フリーキックで上げたゴール数は J1 歴代最多の24。日本代表としてもその左足で多くのゴールを生み出してきました。まあ、PK と同じぐらいの感覚で決めるんだっていう、そういう意識はありますね。蹴ったら必ず入る、そういう状況をチームメイトにも見せて信頼してもらう、それはもしかしたら、ね、こだわりかもしれないですね。26年のプロ生活、その中で誇れることを聞かれた中村は、目標に向かって、まあ、単純に努力できたこと、目標を超えてって代表で10番つけてっていう、ワールドカップでって、ワールドカップに出るっていうのはもう目標でしたし、もう本当に誇りですね。小さい子供たち、次の次世代の人たちのために、日本のために頑張ってもらえればなと思います。はい。日本のワールドカップ第2戦の相手コスタリカ、本番前国内で最後の強化試合を行いました。赤のコスタリカは前半7分フリーキックからドゥアルテ、ナイジェリアを相手に先制すると、エンドが変わった後半28分、身長196センチのワストンが頭で押し込み追加点。ナイジェリアに勝利したコスタリカ、調整は順調のようです。続いてはワールドカップの名場面を内田篤人さんが紹介する懐かしワールドカップです。今日は伝説の男マラドーナです。では行きましょう、せーの、キックオフ。マラドーナも、マラドーナによるマラドーナのための大会、それは1986年メキシコ大会です。アルゼンチン代表マラドーナの2つのゴールは今も語り継がれる伝説となっています。準々決勝、イングランドとの一戦、後に神の手と言われる疑惑のゴールです。この左手を見てください、当たってますね。そのわずか4分後、ボールを持ったマラドーナ、ドリブルで抜いて抜いて、キーパーをかわしてゴール。すごいですね。サッカーをやってたら1回はこんなゴールしてみたいんですけどね。大会 MVP となる活躍でアルゼンチンを優勝に導きました。2年前、60歳で亡くなったマラドーナ、死の直前こんな言葉を残しています。ついにあと10日です。続いては今日開幕したラリージャパン、初日の模様をご覧ください。ラリージャパンが行われる会場、トヨタスタジアムに来ています。競技開始およそ3時間前なんですが、ご覧ください、多くのファンが詰めかけています。12年ぶりの日本開催、モータースポーツの祭典にこの人だかり。世界ラリーの最終戦、ラリージャパンが今日から始まりました。レース前からファンは大盛り上がりです。
地元で開催されるっていうのはすごい嬉しいなと思います。早くとかも絶対見れるわけじゃないですか。それ考えただけでもドキドキしちゃう。そして午後4時、ドライバーたちは日本らしく太鼓を叩いて、いってらっしゃい。セレモニー会場から出て行くマシン、ラリージャパンスタートです。初日の舞台は豊田市内の公園の中。日が暮れて視界が狭くなった日本の公園を世界のトップドライバーたちがものすごい勢いで走り抜けます。中でもトヨタの王者、年間ナンバーワンドライバー8回を誇るレジェンドがカーブが多い難しいコースを終始軽快に走り、初日トップに立ちました。A lot of challenges ahead, but we are excited as well to be here in front of our fans. Of course, for the team here will be amazing to secure another win and finish the season in Ohio. 明日は札幌から松岡修造さんと愛知でラリージャパンの模様をたっぷりお伝えします。松岡さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。